展示走行中のブルーインパルスジュニアブルーインパルスジュニアとは航空自衛隊松島基地に所属するクラブ活動の一つである。改造バイクによる展示走行を行うチームで1993年8月より松島基地で活動を開始他の基地の行事にも参加するようになっている。1990年代の前半に那覇基地で開催された 航空祭において、シビッコファイターパイロットと称して、戦闘機スタイルに改造された原付きオートバイが3台、公開された。この改造バイクを製作した、2層整備員は1992年に、松島基地へ転属となったが、折しも、ブルーインパルスの後継機種として、T、T-4 の導入が決定し、機体デザインの一般公募も行われていた。 T-4 ブルーインパルス塗装のデザインが決定した際に、この2層は同僚と相談した上で、改造バイクによる演技チームの結成を決意した。資金面の問題以前に、司令部からの許可が下りるかどうかが難問であったというが、第4航空団司令、整備補給軍司令、整備隊長の理解が得られ、第11飛行隊整備招待や、 整備補給軍エンジン小隊の整備員などによって1992年3月に結成されたのがブルーインパルスジュニアである。講述するようにブルーインパルス仕様の T-4 を模した改造バイクを使用しているが、ブルーインパルス仕様の T-4 が初めて公開されたのは翌1994年の松島基地航空祭で、 ブルーインパルスジュニアの方が T-4 によるブルーインパルスより長い歴史を有することになる。1993年8月21日に開催された大和町祭りにおいてデビューした。翌8月22日に行われた松島基地航空祭は、雨天のためヘリコプター以外の展示飛行はすべて中止となった中でブルーインパルスジュニアは3回にわたって、 展示走行を行った。1994年8月21日には、ブルーインパルス仕様の T-4 が初めて公開され、掛け声とともにブルーインパルスジュニアが飛び出す、という演出も行われた。当初は、自発的な隊員融資の同公会活動として扱われており、使用車両も廃車になったバイクを集めたものであったが、 数年後には正式なクラブ活動として認められ、使用する車両についても新車が導入されるようになった。また、1994年10月8日の岐阜基地航空祭をはじめとして、他の基地で行われるイベントにも参加するようになった。ただし、正式な舞台ではなくクラブ活動であることから、他基地へ展開する場合の機体や、人員の移動には、他の舞台から支援が必要になる。 また、栃木県のツインリンクも手切れ開催される、インディジャパン300にもゲスト出演するなど、民間行事へ招待されることも多くなった。ブルーインパルスジュニアに影響を受け、各基地においても、ジュニアの結成が行われるようになった。2011年3月11日に、発生の東日本大震災により発生した津波で、全社が水没し、 以後の走行展示は休止されていたが、同年8月21日の東松島市で行われたイベントでは記念撮影用に車両展示を行い、ブルーインパルスが松島基地に帰還した後の2013年4月6日に東松島市商工会によって開催されたイベントにおいても車両展示が行われ、同年8月24日に開催された東松島夏祭りでは、 震災後初めて6台揃って参加した。2014年9月24日に防衛省東儀城広場で開催された航空自衛隊創設60周年記念広報イベントでは聖浜基地の T-7 ジュニアリトルウィングと共に展示走行を実施。ブルーインパルスジュニアは4台ではあるが震災後初の展示走行となり披露された11の展示カメの中には 航空自衛隊創設60周年を記念した新科目のクローバーも含まれていた。ブルーインパルス仕様の T-4 を模したカウルを被せた原付きオートバイ6台を使って松島基地は元より全国各地の航空祭でコミカルな二次元アクロバット展示走行を行っている。ただし航空祭での展示走行時のナレーションでは 決して走っているのではなく飛んでいますとされている。演技はブルーインパルス同様にウォークバックから開始され展示走行の後にウォークダウンで終了という構成となっている。また、ナレーションは男性の隊員が女性自衛官に噴して行っている。ホンダスーパーディオによる展示活動を開始した時点では前述のように廃車した車両を集めアルミ枠を組んだ上に ベニヤ板を貼った上で、紙を貼ったものであった。その後、クラブ活動として、正式に認められ、車両についても、新車のホンダディオが配備された。2007年からは3代目の車両として、ホンダジャイロキャノピーが配備され、耐久性を高めるために、車体は、FRP 製となった。車体は、T、T-4 の実機と同様に作り込まれ、アンテナルや、 スモークオイルのノズルまで再現されている。そのスモークは再現が難しく、当初はビニール紐を束ねたものを小型扇風機を内蔵させて表現していたが、1998年からは花火を使用している。改造費用は部員のポケットマネーから捻出されている。演技科目はブルーインパルスのパロディア、独自に考案した科目で構成された。 ブルーインパルスジュニアの登場以降、各基地の航空祭では配備されている航空機を模した改造車両による展示走行が行われている。設立経緯は様々であるが、ブルーインパルスジュニアと同じく地元のイベントに招待されるチームもある特に記載がないものはオートバイ改造である。航空自衛隊 T-7 ジュニア。 海上自衛隊ミニ P-3C 公園 SL 観覧車航空祭では、航空機用の牽引車で座席を設置した貨物トレーラーを牽引し、エプロンを巡回するイベントが行われている。基地によっては、装飾を施しているため花電車などとも呼ばれる。ありがとうございます。